黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。あと2匹生きてたらコンプリートですね。おお、でかい、これでかいぞ。どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。この子たちはリンクスオオツヤクワガタ、カメルーンのねクワガタです。しかもこの子たちは強い光を当てると赤い体を持っている。そして白い目、レッドボディホワイトアイ、なかなかですねかっこいい子たちなんですよ。実はオスはね羽化不全でした。でもこれぐらいの羽化不全だったらね、繁殖に使えますので、うん。せっかく生まれてきたんでね、なんとかね、結婚してもらおうと思ってます。実は他のオスメスのペアで産卵セット組んだんですけど、卵は取れたんですけど、うまいこと孵化してくれませんでした。途中で回収しちゃったのがまずかったかもしれません。ということでね、この子たちにかけております。うん、うまいこと言ってくれたらいいなと。メスはね、新たに同じ出品者さんからね、購入させていただきました。ちなみにこの同居ホテルの方はですね、だいたい1週間ぐらいいてもらおうかなと思ってます。といってもメイトガード確認できたらね、まあ3日ほどね、一緒に生活してもらって、それからまあ離れてもらおうかなと。そんな感じですね。さて今日はね大量に餌交換しますよ。この子たちの餌交換です。どうぞ。わお、すごいぜ。これはねフンボルトヒナカブトの幼虫たち、前回15頭ほど餌交換したんですけど、今回はねその後半戦です。残り18頭、全部で33頭いますので、33頭分のね餌交換をします。めちゃくちゃ時間かかると思うんですけど、まあ、頑張ってやっていきましょう。マットはドルクスオーナーズショップさんの完全発酵マット。そして、ボトルもね、DOS さんの800ボトルですね。今回は800ボトル使うんですが、最終的にはね、この1400ボトルの方に入ってもらいます。まあ、超高額種ですね。ペアで15万ぐらい普通にしちゃうんですけど、それがまあ33頭もいるわけですよ。正直よだれが出そうです。ごめんなさい。なんかわけのわからんこと言っちゃってね。うん。まあ一匹でもね、多くですね、成虫にしたいなと思ってるんでね。今回ね、生存確認をしながらやっていきます。でちなみにたくさんいますので、なんかもうドバーってやって、バーってやって、バーってやりましょう。はい。では今日もね、頑張っていきましょう。まずは一匹目。生きてるのか？お、出た！生きてます！結構でかいぞ！元気そうですね。はい。よっ！ 6.6！ でかいです。よし、一匹目完了。オッケー。二匹目です。お、出た。ね、綺麗な体ですね。綺麗、食べちゃいたい。ね、幼虫だけに要注意ですね。はい、重さ 4.7。よし、二投目終わりました。ほっ、ちっちゃいなぁ、これは。3.6。
よし、終わりました、3頭目。おりゃ。あれ？おりゃ。これもちっちゃいね。は。2.8。ああ、3匹目、4匹目。4匹目か。結構時間かかるぞ。おお、軽そうですね。ほりゃ。あ、でも 5.1 か。まあまあだな。よし、5.1 グラム。出たー。はい。え？ちょっと待ってよ。え？びっくりした、今。なんだ今のは。んなバカな。はい。ほっ。ふぅ。3.3 グラム。やっと6匹だな。まだ3分の1かよ。はい。2.8 グラム。はい。4.4 グラム。はい、4.1、いやー、さっきよりもさらにちっちゃいぞ。 2.4 グラム、やばい、モバイル湧いてました。そっと6匹くらい外に出してしまった。はい、3.8 グラム。はい、4.5、いい感じ。まだ1匹も落ちてないですね。素晴らしい松だ。はい、1.7、ちょっとちっちゃいな。頑張って大きくなってよ。はい、おお、本日記録更新 7.3 グラム。なんか動いてますね。何が動いてんだこれ。ちょん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 、ほら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 、なんか動いてる。わあ、ね、これぐらいにしとこうかな。ああ、ごめんごめん、ごめんね。ほっ、よし、生きてる。はい、あと4匹。4.7、4.8、4.8 だね。はっ、出たー。元気。あと3匹。重たいぞ。4.7。あと2匹っすよ。ね。あと2匹で、あ、コバエルが湧いてる。くっそー、2匹ぐらい逃げてたな。あ、1匹打った、ここに。あー、逃げた。もう1匹打った。コバエル。クソバエル。もう。ごめんなさい。あと2匹。生きてたら、コンプリートですね。お、でかい。これでかいぞ。やったぜ。めちゃくちゃ暴れてる。体重、4.8。コバエルいたんでね、今回はマット全開でいきます。いやー、たまんね。ね。あとちょっとでコバエル撲滅できるんだけどな。なんか変な入り方しちゃった。まあいっか、多分潜っていくでしょう。よし、ラストです。皆さん、いよいよラストっすよ。コバエルいねえかな。これが生きてたらね、一頭も落ちずにコンプリートです。ねえ、どうなの？あ、この辺にいるんじゃない？出た！出たー！やった！いや、マジで嬉しい。コンプリート。はい。よし。3.7 グラムでございます。あ、コバエル飛んでいった。くっそー！
でもいい。3.7g。 いやーよかった、全頭残ってましたね。今コバエル飛んだんで、この子も全入れ替えで餌ね。はい、終わったー。18頭終わったー。1匹も落ちてなかったですよ。いやーお疲れ様でしたー。お疲れ様です。疲れました。なんとか18頭餌交換終わりました。全部落ちてなかったですね。さすがは完全発酵マットです。はい、次のね交換の時には 20g ぐらいになってると思います。はい、よかったなー。じゃあね、今日はこれでお別れです。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。